神戸レオネッサ。ここで本日の審判団の紹介です。主審杉野梓さん、副審萩尾舞子、吉沢久江、コースオフィシャル朝倉美奈子、以上4種審判団です。なおマッチコミッショナーは坂本起点、審判セッサーは中原一雄です。続きまして両チーム選手の紹介です。はじめにビジターアイナク神戸レオネッサのメンバーです。18番ゴールキーパー山下彩香、19番ディフェンダー竹重あかり、5番ディフェンダー宮城しおり、16番ディフェンダー西川彩香、2番ミッドフィルダー森谷美也子、6番ミッドフィルダー伊藤美希、7番ミッドフィルダー中島恵美、10番ミッドフィルダー杉田ひな、17番フォワード鳴宮優衣、9番フォワード田中美奈、11番フォワード高瀬文、続いて控えの選手です。1番ゴールキーパー竹中玲、20番ディフェンダー中江伊吹、24番ミッドフィルダー水野由紀、22番ミッドフィルダー菊池真理、26番ミッドフィルダー8番ミッドフィルダー高口萌乃、23番フォワード浜野舞香、監督星川圭、以上がビジターアイナク神戸レオネッサのメンバーです。水谷勇気。
29番ミッドフィルダー角田